がたくさんあるよ。聞いてほしいな些細なことも、愚痴だって冗談だって泣き言だって、君には全部知ってほしい。話したいことが少しでも胸の中にもし潜んでるなら、無理して言う必要もないけど、いつでも受け止めるから。さ、一人で戦う姿には特別な敬意を払うけど、日陰がないと休めないだろう、見つかないと潤わないだろう。響き渡るといいな。ただのエゴイズム。情けないとこも、ヘタレなとこも、素直に言葉を信じれないとこも、ひねくれてねくらな性格だって、嫌ほど見せてしまったけど、それでも呆れず向き合ってくれて、私の居場所ですって断言した。一言で報われるなんて、胸が締め付けられていたいな。僕の存在が君にとって、これからも居場所でありますように。大したことはできない、小さなことから頑張ってみるよ。今更まっすぐで愚直な愛に気づけた僕はナンセンスだ。せめてこの歌で伝えさせて、胸いっぱいに膨れ上がった気持ち。信じる力ってどこから出てくるんだろう。真意を見抜く力があれば楽に生きれるのに。囲いまとりまくるしがらみが全部僕の心を蝕むんだ。だから悲観的になれ。だけどあなたの言葉だけは宝物さ、買い難いもの。特撮関係が好きでゴジラとか、うん、あの自分でねチャンネルの中でそのソフビを使って怪獣のね紹介をしてるっていう番組をねされてるんですよね、うん、そうだね。ナナトロマン出演、それから編集が父、プロデューサーが母ですね。そうですか、はい、そのように、まあ、設定になっております。はい、このね最初に YouTube で怪獣のことを話そうと思ったのってどういうきっかけなのかな。結構なんか形とか、あとはなんか強さとかが、あのあとはなんか目とか結構ね、目なんか目とかかっこいいなって思って、結構怪獣とかウルトラマンとかが好きになりました。